運を味方につけて最高の未来へ導く占い師のコンサルタント、マユスピリットのマユと申します。私は普段このようなマスクをつけていたのですが、今日は外してご挨拶させていただきます。私は地中水命や気学、暦などを使って生年月日から人生のバイオリズムを知ることができる命術で、皆様のお悩みのアドバイスをさせていただいております。昔からあるこの水命学は良い悪いではありません。季節と同じように自分の人生の流れや生かし方が推測できる自分だけの参考書のようなもので、あれば便利だし、迷った時の解決の一つのヒントになるものだと思っております。また昔から人々の生きる知恵として活用されてきた暦とこの命術を掛け合わせてみることで、ご自身の本当にベストなタイミングを導き出すことも可能です。結婚や開店、会社設立や引っ越しなど人生の大切な転機には、ぜひとも運を味方につける最高な日を選びたいですよね。また会社名や開店日、そして引っ越しの方角や住所など、それらも合わせて良い方に整えれば、運気のベースがさらに良いものになると思います。それらトータルでアドバイスをさせていただいております。水命学、いわゆる命術以外に、見えない世界からの偶然性を持ったスピリチュアルメッセージをお伝えするカードリーディングも取り入れております。実はカードといえば、私が著作しましたこちらのフードオラクルカードも販売しております。今自分の体が求めているかもしれない食品のアドバイスがもらえたり、その栄養知識を読むことができたり、日々のメッセージを受け取ることができます。このように大きすぎず小さすぎない、ちょうど手にフィットしやすいカードになっております。こちらのカードは、日本のオラクルカード、タロットカード全集でもおなじみのビジョナリーカンパニーさんや、神保町の書店グランデさん、また占いの聖地ともいえるライトワークス五反田本店さんでも販売させていただいております。こちらのお店ではたくさんのカードを実際手に取って見ることができますし、お店だけのお得なキャンペーンなども開催されていて、とってもお得なことがたくさんあります。またスピリチュアルグッズも豊富に置いてありますので、欲しかったものが見つかるかもしれません。ぜひ足を運んでみてください。カードは初めての方でもメッセージの受け取り方は自由なので、そこが楽しいところです。ぜひ身近に置いて活用し、楽しんでみてください。こちらのフードオラクルカード、初めての方でもプロの占い師さんやカウンセラーさんにもおすすめです。こちらのカードを作ったもっともっと深い意味や、カード一枚一枚への思い、そして書を通じて込められた様々な使い方をさらにもっと知りたいなと思われた方は、ぜひマユスピリットの講座をおすすめします。詳しくは概要欄でチェックしてみてください。そして私 YouTube でも時々カードリーディングの3択動画を配信しておりますので、よろしければそちらの方もぜひご覧ください。大富豪の星とも言われているものすごい結構強い星を持っているんですね、はい、やっぱりパワフルでとても力強くて、うん、人生を駆け抜けていく、うん、富豪になりたい富豪の人を捕まえる。はい、皆さんこんにちは、星海カウンセラーのゆかママです。今日は風のサロンの新メンバー、マユスピリットのマユさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、かなり怪しい雰囲気でございますが何をされる方ですか？はい、占い師なんですが、主にですね、普段はイベントやマルシェなどの時にですね、対面で鑑定をさせていただいています。はい、マルシェもね、この間出てくださったんですけれども、はい、ありがとうございます。どんな占いの種類なんでしょうか？はい、主に統計学なんですけれども、地中水命ですとか、はい、数秘ですとか、九星学などの、はい、そうですね、中国古代からの五行説に基づく生年月日から導き出した統計学ですね、そちらを、はい、中心にやらせてもらってます。なるほど、はい、では西洋と東洋、はい、みたいな感じですね。はい、はい、今日はですね、西洋ではなかなか見れないものっていうのがありまして、はい、それが特にですね、暦、暦はやっぱり絶対東洋の方が強いと思ってて、はい、あと方位とか、はい、そういうのも東洋の方が強いなっていうふうにいつも思ってるんですね、はい、なので私が今年会社をね、はい、法人化しようと思っている中で、はい、会社の名前とか、はい、会社の、はい、設立日とか、はい、その辺がちょっと西洋占星術は全然見れないので、はい、その辺を相談したいんですけれども、はい、いいですか？はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今までこう見てきてもらった中で数秘の人はいたんですけれども、はい、
一個前のね、マリーさんの数秘を見てくれたんですけど、四柱推命は見てもらったことがないので、はい、どんな性格とか、はい、ちょっと教えてもらいたいなっていう占い好きの子面から。はい。いいですか、聞いても。はい、はい、お願いします。はい、あの四柱推命は本当に見るところがたくさんあって、はい、もうどこを取っても当たってるような状況になってくるんですけれども、あゆかさんの場合は年と月と日にちと時間と全て分かりますので、はい、もうバッチリこの四柱が出るんですね。はい、で、なるほど、四柱ってそういうことが4本の柱ってこと、はい、はい、そうなんです。なるほど、はい、時間まで出るともうバッチリ晩年までどんな星を持って、はい、あの生まれてきたのか、どんなね魂の計画を持って自分が生まれてきたのか、うん、でもねこの星っていうのも自分が生まれる前に計画して、ね、今度はこんな人生にしようということでね、うん、自分が選んで来てますので、自信持ってね皆さんね、あのいい悪いでは決してありませんので、チャートも一緒ですよね、はい、みんな自分で選んでその日に生まれてきてるわけだからね。そうですよね。あゆかさんまずですね、はい、四柱推命とか少しね知ってる方は分かるかなと思うんですけれども、土の戸というね、はい、土の人です。優しい方の土です。はい、大地をねどんどん耕しながらこう行くような母性もあって、うん、受け皿もあって、本当に優しい感じの、でもしっかり地に根ざしてことを進めていくような方になりますね。パッと見この名式を見てです。名式って言うんですけれども、はい、あ、ちょっとね特徴的だなと思ったのが、はい、あ、なかなかないんですけれども、はい、この3つ揃うとこう3号って言ってものすごくパワーをアップするような絵図が並んでいるんですね、はい、実はこのあゆかさんの場合ですと富豪の星とも言われている、はい、大富豪の星とも言われている、ものすごい結構強い星を持っているんですね、はい、やっぱりパワフルでとても力強くて、うん、人生を駆け抜けていく、うん、そんな感じがねすごく見て取れます、はい、はい、そしてですね、富豪になりたい富豪の人を捕まえる、捕まえたいなでもあのその素質があるんですね。なかなかその3つって揃わないんですが、その干支が回ってきてその3号になるとかっていうのはあるんですが、うん、このもともとこの支柱に持っているっていうのは、うん、あの割と珍しいかなと思います、はい、でも私結構あの貧乏人っていうか、はい、お金を貢いだり貸したりしたものがたくさんあるんですけどまあでもね若い時はすごくお金持ちの、はい、お金持ってるリッチな方とお付き合いしてましたけど、はい、今1回かなまたこれから来るかなそうですね、またやっぱりじゃあご自身がねそういった風に流れるのかな、わかりました。はい、まあ、今ちょっとね、そういう話も出たんですが、やはりね、とっても愛情を大切にされる方なんですね。もともと愛情をこう目安に動いてしまうっていうところもお持ち で、うん、 そうですね、そして、この四柱推命でいう、この中心の星がね、お金の使い方にちょっと注意してねっていうのも暗示もちょっと出てるんですよね。あの、この中心にとってもパワフルで、周りを大事にする、そんな中心性を持っているんですが、はい、あの、仕事もできるし、男の人たちとも対等にやっていけるし、自分のアイデアを生かしていく、そして仲間を大切にする、ちょっとこう組織の上下関係っていうのはあんまり好きじゃないっていうところも持っている、はい、うん、だからその自分力でね、あのどんどん広げていくっていうのは本当に合ってらっしゃる、ちょっと注意点ですね、お金の使い方、うん、はい、あのね、情に駆られて金を貢いでしまうとか、はいはい、あと契約をミスしてしまうとか、はい、あれなんでこんなとこに曖昧はたいちゃったとかね、はい、そういうことはいっぱいあります、過去にいっぱいあります、はい、もうていうかつい最近もいっぱいありましたありましたか、はい、ありました、はい、誰かね信頼できる人をちょっとね横にいてもらって、はい、あの見てもらうとか、はい、そんな風にご注意されればさらにいいかなと思います、はい、気をつけます、はい、はい、でね、ちょうどね、あの天中札という、そうなんです、ママ天中札なんです、今去年まで、はい、去年までですね、はい、寝牛の天中札という、はい、そういう時がやっと終わって、はい、今年さらにこう社会運がこう、うん、でも上がってくる、または男性の目も少しずつ出てくる、はい、男性の目、はい男性運も少しずつこう、ね、出てきますよ、これから4年以内に、はい、お仕事も忙しくなってきますし、男性運もちょっとずつこう、まあ、出てきてますよ、どうですか、どうしよう実は先生術では49ぐらい、あの再婚するんじゃないかっていう線が出てるのと、はい、実はかあいちゃんに手相を見てもらった時も49ぐらいが再婚の線が出てるって言われてて、重なってますね、そうなんですよ、うん、で私そのアセンダントに土星が乗った時に結婚してるんですけど、はい、まあその結婚うまくいかなかったので、はい、今度もディセンダントに土星が乗る時は、はい、いいパートナーといい暮らしができたらいいなっていう願いはあります、はい、いいですね、はい、あのこの49っていうのはご自身の星とその年っていうのがこう結びついてより強くなって仲良しな感じになっている年なんですね、看護って言われるんですけども、はい、看護、はい、看護っていう年になっていまして、しかも正官っていう正しい男性ですね、はい、あ
正しい男性というのはおかしいんですけど、正官ではなく正官ね、正官私持ってないですからね、持ってないですね、はい、正官の年になるんですね、はい、はい、もちろんその次50歳も男の人はね、うん、ちゃんと出てくるんですけれども、はい、まあ、今年ぐらいからちょっとずつその縁をね見つけていって、うん、49ぐらいにこうゴールインとか形になるっていうのはね、あるといいなってこれ見てると思いますね、希望はい、ここ何年かの間ではそのあたり49、50あたり、または48ぐらいから出てくるかな、あら、今年からもちょっとずつこう目は出てきてるんですけども、はい、一番濃く形になるのは確かに49歳、50歳ぐらい、はい、いいですね。それを逃すとですね、またしばらくね、あら、なんだろうな、男の人そっちのけでねあら、それは困りますね、はい、はい、ってことにもなりますのでね、まあ、じゃあ皆さんの50の希望の星になれるように、はい、はいはい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、はい、ではその会社を作るっていうのも、はい、じゃあ今言ったように今年っていうのは悪くないんですね。今年悪くないですね、はい、よかった。なんか、はい、去年やる予定だったんですけど、はい、なんかバタバタとそれがうまくいかなくて、はい、今年にしようかなと思ったんですけど、はい、とってもいいと思いますよ。わかりました、はい、で前回のこの動画の前の動画で、はい、マリーさんっていう京都の方に見てもらって、はい、なんか一緒にこうタロットとかも引いて、はい、9月いいんじゃないみたいな話になったんですね、はい、はい、で先生術的にも9月ってこうアセンダントに太陽が乗る時期だったり、はい、9月って火星が双子座にいるので、はい、私の10ハウスに火星がいる時だったりして、はい、もう悪くないかなっていう先生的にはっていう気がするんですけど、どうでしょう。はい、じゃあ収水面的にはどうでしょうか、はい、はい、そうですね、今年はですね、一旦そうですね、5月ぐらいまでで、仕事の盛り上がりっていうのはこの春年明けから動かしてきたものが少し形になってきたよっていうのが5月いっぱいぐらいまでなんですね、はい、8月はねちょっと思わぬところでお金の出費とかが出やすいので、8月っていうのは8月気をつけないとはい、ちょっと気をつけられてくださいね、はい、はい、なのでそういう意味では9月がまたスタートになります。あ、で種まきをしたりとかスタートするっていうのが9月とってもいいと思います、はい、はい、10月より9月がいいですね、はい、はい、できればですね、私的に言うと18日以降がいいかなと思います。18日以降、はい、9月いいんですけれども、はい、中でも、はい、18日以降だといいかなって、18日以降、はい、思っております。はい、なるほど、はい、分かりました。はい、じゃあ細かい日にちはまた後ほど、はい、はい、いいですか、相談して、はい、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、あと会社名なんですけど、はい、全然こだわりがなくてですね、はい、カタカナで星読みとか、はい、あとカタカナで風の時代とか、はい、なんか砕けてるんですけど、そんなのどうかなと思ってるんですけど、はい、どうでしょうか。そうですね、まずこのパッと見の印象というか、うんうん、やっぱり目に入って印象に残りやすいっていう字もとっても大事ですよね、はい、でカタカナにされるっていうのとってもいいと思います、はい、はい、星読みっていうカタカナっていうのはあまり見ないですよね。見ないですよね、見ないですよね、はい、これはすごくいいアイデアだなって思います、はい、星読みで風の時代と星読みですよね、はい、この2つを比べたらもう断然星読みの方がいいです、へー、星読み、はい、星読みはご自身の専門職とか自分のアイデアとかをどんどん活かして大きくしていく、うん、そしてそれが活動的に活気づいて楽しく、うんうん、はい、賑やかに、そんなようなイメージの名前になっています。はい、なんか字数によっても、うん、エネルギー違いますし、その意味合いも違ってくるんですが、はい、この星読みという文字はとても明るい感じなんですね。なんかポップですよね。ポップです、うんうん、はい、で賑やかだし、そしてやっぱり自分のセンスが生かされるっていうような野望になりますね。とってもいいと思います。書いた時にもポップだし、はい、軽やかかなっていう気がして、はい、うん、いいと思います。あ、嬉しい、まあ、風の時代はちょっとこれかな、ちょっとね、ちょっとあんまり良くないかな、困難な感じがちょっと詰まりやすい感じかな。風の時代なんか濁音が多いなと思って、そう、確かにそうですね、それもなんかあるかなとか風の時代にするなら、風の時代、例えばなんか数字を入れてもいいですし、はいはい、ちょっと加えないと、風の時代だけだとちょっと、なるほど、はい、わかりました。星読みはすっきりしててとってもいいと思います。嬉しいです、はい、なんかすごいふざけてるかなと思ったんですけど、はい、なんかそのぐらいがちょっとふざけた会社でいいですかね。いいです、嬉しいですありがとうございます、はい、
一応、はい、オンラインで、普通の方も、はい、見てあげられるんですね。そうですね。今、うん、そういうイベント中心で、対面でね、なるべくね、お話できたらなっていうことで、させていただいてるんですが、もちろん、オンラインの方でも、ご依頼いただければ、日にちを決めて、鑑定させていただきますので、特に値段がびっくりするほど違うとか、そういうことはありません。はい、マルシェやイベントと同じです。めちゃめちゃ安いですよね。はい、このビジネスのでも30分3000円とか、あとカードもやってるんですよね。はい、オラクルカードも結構好きで得意なんですね。はい、こうインスピレーション湧きやすい方と言ったら変なんですけど、そうそう、私もやさんのチャート見てるんですけど、はい、水のグランドトラインがあって、しかもカイトなんですよね。多分相当カードもいいだろうなっていうか、そうです、引く力が多分鋭いと思うので、そうです。あと霊気もやるんですよね。霊気ヒーラーなので、うん、さりげなく霊気を入れさせていただいております。さりげなく霊気っていうのは、私の気を上げるわけじゃなくて、宇宙エネルギーを私を通して皆さんに伝えていくっていうような、そんなようなものなので、どんどん皆さんに上げたいなというか、送っていきたいなっていうのがあるので、占いの中でなるべく取り入れさせていただいております。これは結構統計学で、どっちかっていうと私の中では土のイメージとか風のイメージなんですけど、なんかカードとか霊気はすごい水のエネルギーだなって思います。そうなんです。結構そちらの方も得意にしてます。カード見ながらね、もう湧いてくるので、おしゃべりさせていただきます。なるほど。はい、まあ、私の話をね、こう割って来てください。はい、ではこんな感じで、ぜひ公式 LINE から希望の日時をお互いに連絡し合って、はい、オンラインでも見れるということで、対面だったらマルシェとか、風のマルシェにもね、参加していただいてるので、とにかくね、安い。いや、びっくりしました、本当に。この値段見て、あ、急に上がるかもです。そうか。私、忙しいから急にみたいなね。しかし、そんなことない。公式 LINE の方にお問い合わせいただければ、風のマルシェ以外のところのイベント情報もわかりますし、あと具体的にね、お願いしますって一言言っていただければ、こちらからまたご連絡させていただきますので、よろしくお願いします。ぜひ皆さん、引っ越しとかもいいんですよね。あ、もちろんです。引っ越しとか、そういう日にち、特に日にちはね、私もよく先生にも聞かれるんですけど、日にちはもう、暦はあちらにお任せしたいのでっていつも言ってるので、例えばすごい変な話なんですけど、私みたいに、石川県行ったり来たりっていう、こういう行ったり来たりっていうのはどうなんですか？そこに移り住むっていうのは違って、まあ、そこの気はもちろんもらうんですけれども、そこの行った場所のその両方のエネルギーをもらい合ってるみたいな状況になりますね。吉報取りとかあるじゃないですか。で、そういうの私全然気にしてないんですけど、動きが大きいじゃないですか。で、そういうふうな、ずっと動かない人とすごく動く人っていうのは、動いた分、いいものも悪いものももらってくるっていう感覚ですか？やはり吉報院に行ったら、基地のやっぱり運命、ね、エネルギーですし、それが悪い方向に行ってたら、1日ぐらいだったらあまり関係ないです。例えば500キロ以上、そういう風だと本当に年番で見なきゃいけないし、本当に近いところだったら月の方位を大切にするとか、その距離によっても若干変わってくるものはありますし、遠い距離だと、まあ3日ぐらいはそんなに影響はないです。そうですか。わかりました。なんか、でも疲れる時と全然疲れない時と、帰ってきて具合が悪くなる時と全然ならない時とあって、なんか結構私石川県は行くたんびに病気になったり、怪我したりするんですよ。転んだりとか、だから結構これダメなのかなとかって思ってたんですけど、最初の何ヶ月間は毎回あったんで、でも最近なくなったんで、ようやくなんか受け入れてもらえたのかなとか、すごいポジティブに考えてるんですけど。あとそのですね、行った方位っていうのもありますし、やっぱり新しい土地ですね。土地に移り住んだ時のやってほしいことっていうのがあるんですよね。あ、なるほど。やっぱりそこの土地の神様にお参りして、お参りをするということと、自分の気と合わせる。やっぱり最初の頃は合わないあたりは少し自分の体に出たりとか、様々なことがあるので、やっぱりそれも転ばぬ先の杖なんですけども、先にやった方がいいよってこともお伝えさせていただきます。なるほど、もっと早くやればよかった。いや、本当にそう思いますね。転ばぬ先の杖ってさっきから言ってるのは、占いはそういうものっていう感覚ですよね。依存するとかっていうものではなく、あくまでも転ばぬ先の杖として使っていっていただきたいということで、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひ皆さんもまゆさんに見てもらってください。ありがとうございます。